さらに北へ行きます。目指したのは漆湖という湖です。見てください、これが湖です。湖がないんです。私、歩いてるところが湖なんです。知事さんが案内してくれたんですが、この湖は10キロの直径がある湖だったんです。今は1キロくらいしかないんですよと。水あったときは平和でした。子供も来る。動物も来る。 鳥も来る女の人も群れて話したり仕事したりしてて本当に平和でした今は,豊か,では豊かではなくなりましたとわめいてました大地は枯れ。こういう感じですさらに1時間も走ったらもう完全に砂漠でした村が追われてしまうほど砂はやってくる風が来ると砂が来ちゃうんだよねってどん,どんどんどん砂漠が進んでいるよと もう放牧もできない、穀物も作れないですと。じゃあこの辺の人たちはどこ行っちゃったのって言ったら、実はたくさんの人たちは仕方なく金山で働いているって言われるんです。金山ですかそうだって、ブルキナファーストの中には金山がたくさんあるんだそうです。その中の一番大きい1万1000人も働いているエサらの訪ねました。そこでは半分。 子子が働いているんです 5, 人以上の子供私は金さんだと山があると思ったら違います平地ですそこには穴ぼこがどん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 みんな手で掘るんですね深いところは8 0ルもあるんですそして横にも1 0 0ルぐらい掘るんですそれで金の石を集めるんですね持ってきたら上に上がってきたらたいてたいて粉にしてそして泥水で洗って金さんを探すんです そうやって僅差探しているのは子供はとても多いんです。三人姉妹と会いました。七歳、十歳、十二歳です。一日十時間。その餌かで働きます。帰るって言うから、ついていきました。とっても遠いんです。餌かに集まってきた人たちが作ったスランみたいなところに戻って。まあ、歩いてだいだい一時間半二時間ぐらいですかね。その頭の上のバケツの中には全部石です。 ものすすごく重いんですそれを持ってきてまた家帰ったらお母さんたちと一緒にまたトン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 とやってまた検査を探すんです。ほとんど見つかりません。この子どもたちは一日何食食べるのって聞いたら一食だそうです。夜8時。とうとうサプイ、カイア、エサカに来たら人々は一食しか食べられないんです。追い詰められています。3人姉妹は学校行けないのも空腹と戦うのも。 重労働も当たり前です。他の生活は分かりません。雨降ったらすぐふるさと帰りますかと私は姉妹の家族に聞きました。ええ、もう荷造りできてるんだから。今日雨降るって聞いたら今すぐ移動します。すぐ帰ります。ふるさとに帰りたいんです。人々はふるさとを失い、生活を失い。 場合によっては健康を失い、歴史文化を失い、さらにたくさんの人たちは子供を失ってます。気候変動の問題は将来の問題ではない、今の問題なんだと、栄誉市長の子供を抱えて痛感しました。ブルキナファッソの子供たちの未来は明るいのか、明るくないのか、あるのかないのか、それは先進国に住む私たちの行動次第だと私は思いました。 さっきデイビッドさんが言ってくれたいろんなことが実はいろんな国の中でもうすでに起きていますブルキナファソではもう砂漠はそこまで来てますまたシンポジウム中できっとアフリカでたくさん現状を見てきた人たちはさらにいろんな話をしてくれると思いますレポート聞いてくれてありがとうございました アグネスさんありがとうございました、えー、今回のアグネスさんの視察には、えー、たくさんのメディアの方がついてきていただきました、えー、その中の一つ NHK さんがですね、えー、50分のドキュメンタリー、えー、プログラムをドキュメンタリーを、えー今年えー、来月7月の4日土曜日の夜,、えー、夜10時10分からですね、えー 衛星第一放送 BS ワンで放送される予定です。ぜひ皆さんもあのまたご覧いただければと思います。<laughs>